応先生、はい、昼何食べますか？今日はお弁当ですね。弁当に何がありますか？そうですね、まあ、これはまあ魚ですね。卵焼き、これは日本のこうお弁当の定番ですね。ひじき、パスタとか、あと煮物ですね。パスタかな。